静かなる防衛の時間です。今日は潜水艦で一番話題に出てこないモーターとペラについて話したいというか考えていきたいと思います。モーター、やはり潜水艦には大事な部分です。一番大事かなと思います。それにペラ、スクリューですが、このモーターの部分とスクリューで大きく音が変わってくるでしょう。エンジン、電池、2つ、電源はあります。しかしこのモーターとスクリューの話は一切出てきません。それぐらい機密が高いということです。まずモーター、やはり静かでないといけません。スクリューもペラも何枚なのか、わかりません。実際で注目はこのモーターですね。モーター、果たしてどれぐらい駆動部の一番大事な部分です。結構ラジコンに例えると、まあこれぐらいのモーターでも結構ハイパワーな走行ができます。しかしそのモーターによってもやはり音と性能はまた違ってきます。日本もこのモーターの作りが多分本当うまいんですよ。コイルの巻き方が絶妙じゃないかなと考えています。この円の中にこうコイルが巻かれているんですよね。モーターってですが、大きさがどれぐらいなのかもちょっとわからないです。今回考えてみたのはこのモーターが出力は相当でかい
高速で回しながらも、高速回転しても静かね、音がしないんじゃないかな。普通はノイズなど発生しますが、ノイズの低減なども考えられているでしょう。で、ペラですね。ペラも船のスクリューをこう想像すると大体わかると思うんですが、作り的には多分似てるはずです。ですが特殊な形、作り、材質、そこまで考えては考えて作ってるでしょう。で、潜水艦、双流型潜水艦の最新鋭でいけば、リチウムイオン電池に変わりました。それまでのスターリングエンジン、IC となっています。リチウムを採用、もともとスターリングエンジンは低出力のエンジンで、蓄電池に充電しながら、まあ速度も5ノットほどの速さで進むと言われてます。これをリチウムに変える、今までの電池スペースと同じスペースで2倍以上のパワーと性能を手に入れました。充電時間は今まで通り、海上での充電時間は今まで通り、このリチウムエンジンプラスモーター、オーリュも多分モーター部分は改良され、また改良されてると思うんですよね。モーターから先の開発は日々進んでると感じています。もう少しモーターとペラについて詳しく考えていきますので、よろしくお願いします。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。